FM 流進堂 DJ の流進です、第2夜目でございます、今ね、この私、DJ の三田村流進が、1年を振り返るということでね、今年の2016年の僕の中の、まあ、大きなニュース、どういったことがあったのかっていうのをね、僕なりに、振り返って、見ている最中でございます。で、今5位と4位については話させてもらいましたので、次3位に行きたいなと思います。はい、3位でございます。まあ、3位はうちの実家のお寺の話になってしまうんですけれども、寺シネマっていうねイベントと、テラコンっていうイベントを始めるようになりました。またそれと、並行するんですけれども、熊本の、大震災大地震にのチャリティーをしましょうということで、チャリティーフェスというイベントを始めるようになりました。で、こういうね3つもね、お寺でこういう行事というかね、イベントをやるようになった経緯っていうのがやっぱり、今ね話した4位の福島と海老名の交流会、をやめたこととすごくつながっているんだけれども、実はやっぱり人間って心の中でずっと思っててもなかなかこう行動に移せないような、こう踏ん切りがつかないようなことってあるじゃないですか。で、僕の場合もやっぱりこれ例外ではなくて、すごくね、こういうね、お寺を、まあ、この地域に開かれたお寺にしたいということで、いろいろなこう行事っていうのを頭の中で考えてたんですけど、考えるだけでその実際にはね行動には移しなかったっていうようなことがあったんですよ。で、それはね、行動できてないなっていうことに対する自覚もあったんですよ。で、この海老名と福島の交流会やめた時に、やっぱり自分なりに自分の信念に従って、行動をしないといけないなっていうことをすごく考えまして、それでもう一つは、僕がその、まあ、この世に生まれた理由というかね、自分がやんなきゃいけないことなんだろうっていうことを考えた時に、やっぱりこのお寺の息子として生まれたっていうことがすごく長い間自分の中でコンプレックスがあったんですよ。ちっちゃい頃なんかね、すごく性格的にもシャイな人間だったんで、あんまりこう人からこう好奇の目で見られるっていうのかな、物珍しそうな目で見られたり、少しその人と違う家に生まれたっていうことがやっぱりよくなんかいじめられるじゃないですけど、いじられたりとかするわけですよ。で、あんまりそういうのがやっぱり好きじゃなくて、またコンプレックスもあって、その将来ねお坊さんになんなきゃいけないのかなっていうようなね、すごくそういう自分なりの夢を持ったりね、そういう将来の選択肢がないのかなっていうことで、すごくこう自分の生まれに対して落ち込んだりとか、すごくそういうネガティブなね思いがあったんです。で、それをね払拭するために、じゃあ自分がどうしてきたかっていうのを考えると、そのやっぱり自分なりに美大を出てですね、美術の勉強してきて、でいろいろなこう体験をや経験をしてきたっていうことを、お寺っていう場所を生かしてできたら素敵だなっていうふうに思ったんですよ。それで今エコダユニバースっていうね、アートイベントの企画をやったりしてるんですけれど、とにかくその場所を確保したり、場所を貸してくださいっていうふうに交渉しに行くことがすごく大変で、手間もかかるし、お金もかかるし、すごくそのとにかく大変な思いをずっとしてきたわけですね。場所を確保するっていうことに対してすごく大変な思いを、たくさんしてきたんですよ。で、そういう思いがあるなら、お寺っていう場所も、自分が活用できるなら、活用したらいいじゃんと。
それを活用したり、もしくは他の人が活用できるような形にしたらいいじゃんっていうふうに思いまして、それでやっぱりこれがね、そのきっかけとしてはね、2つほどやっぱり理由があるんですけれども、その心の中でやっぱり踏ん切りがつかないって、つかなかったことを、まあ、もうやってしまおうと、でやってみてから考えようと、でやってみて、結論が出るか結果が出るかっていうのも、続けていく中で分かることなんだから、まず始めてみようっていうふうに思って動き出したのが今年なんですよ。で、寺シネマっていうのはお寺で映画を見ましょうっていうね、企画でして、でもう一つ、寺婚っていうのが、まあ、お寺で婚活をしましょうっていうようなね、イベントなんですけれども、まあそれぞれちょっとずつ少しコンセプトはずれたりはするんですけれども、まあ、とにかくそのお寺っていうのを地域に、開いていこうっていう思いがやっぱり根底にはあって、その特定の宗教に対してこう信仰がなきゃね、お寺に来れないのか、お寺に行けないのか、お寺に行きづらいのか、そういうことではなくて、宗教宗派に関わらずお寺に来てもらえるような工夫っていうのをやっぱしていかなきゃいけないんじゃないかっていうふうにね、思うんですよ。でそれがね、行動できたのが早今年に入ってっていうことでね、まあまだその自分の中で結論だったりその結果っていうのが出ているとは思えないんですけれども、やはりね、行動してみると、その行動した分だけその人との出会いがあるんですよね。だからすごくそれがね、今年は新しい人との出会いっていうのがあって、僕的にはすごく収穫でした。はい。で次2位に行きたいと思うんですけれども、2位がですね、 FM 流進堂が、10周年を迎えたっていうのがね、大きなニュースだったかなと思っております。ただし、ちょっと時間がないので、この話続き、次回に行きたいと思います。おやすみなさい。